アイムです。よろしくお願いいたします。今回はボーズ九段がボロボロに負かされた将棋があったので、それを並べていきたいと思います。後手の2016ポナは私も何回も対戦させてもらってまして、50回ぐらいやったんですけどね。1回だけたまたまメリケンがドハマりして勝てたことはあったんですが、ほぼノーカンと言ってもいい将棋でしたね。だからまともにやって勝ったことは1回もなくて、チャンスらしいチャンスを作れた将棋もほとんどなかったと思いますね。それぐらい強い相手なんですが、それがね、なんとボコボコにされていくということですね。2六歩、7二銀と。7二銀はちょっと難しい手なんですけどね。先手の出方を見て指し手を決めようという類の手ですね。最近では人間もこういう指し方する人本当に増えてきましたけどね。飛車先交換は本当はしたいんですけど、すると一手遅れてしまうので、お互い慎重ですね、飛車先交換は。で、7三銀で3八銀ですね。ちょっと先手の陣形は雁木プラス棒銀みたいな感じで、非常に独創的な感じしますね。で、後手は普通に棒銀ですね。この辺ではちょっと後手の方が早いかなという感じするんですが、ここで6五歩と突いたのが好手ですね。で、これ仮に7五歩とかついてくれば、2二角成からちょっとやってみましょうかね。仮に7五歩のような手ですと、2二角成から同金に5五角と打って一気に決まってしまうわけですね。ということで、ちょっと7五歩はつけないというところで、3三銀と角交換を阻止するわけですね。角交換阻止しただけでなく、2四歩からの飛車先交換も阻止してますね。で、4六銀と。3三銀で当たりが強くなったので、3五歩の含みで銀を出ていったわけですね。では4四銀と、3五歩を阻止して3七桂馬と桂馬を活用していくわけですね。で、満を持して7五歩と。同歩だと同銀で8六歩が受からずに先手が不利になってしまうので、6六角と手筋でかわしていくんですね。で、7六歩同銀に7三銀と。これうまい手ですね。次の8六歩同歩同飛車を見せて、今度はね、先手も8七金とちょっと愚形を強いられる形になるので、飛車先交換は許さないということで角を引いていきますね。で、じっと5二金と貯めて、満を持して先手もここで飛車先交換をしていくわけですね。で、飛車の引き場所はやっぱり2九がいいですね。で、金寄って、2九の方が後々こう横に使える含みがあるんで、4二金でコンパクトに固めていきますね。で、3一玉ですね。で、6八玉。6四歩と。ここでちょっと棋戦を制して仕掛けていこうとしたんですね。仮に同歩だと、同銀と取りまして、で、6五歩なら、もう7五歩と一気に攻め込んでしまう手があるので、これは守りの銀と攻めの銀が交換になる形で、はっきり後手が良さそうですね。ということで、7九玉と引いて、で、9四歩と一手貯めていったんですが、ここで先手の構想が素晴らしいですね。それが6九飛車と。これで6五歩なら同銀で、逆に棒銀が炸裂する形になっていきますね。で、6二飛車とそれを食い止めたんですが、7二歩が軽妙な一着ですね。同飛車なら6四歩で先手が大優勢というところで、7五歩から6五歩と緊急避難という感じでやっていったんですけどね。ここで7一歩成となりまして、7四歩で銀は殺されてしまうんですけどね。仮に7四歩に8一とだったら、7五歩でちょっと守りの銀を外されつつ歩が伸びてくるので、これは逆に後手が良さそうなんですけどね。ここでまた次の一手がうまいですね。それが7二とと。で、同飛車に6五飛車ですね。で、仮に7五歩と銀を取ると、6一飛成がよく見ると王手飛車取りになってるわけですね。ということで、銀は取れずに6二歩と辛抱していったんですが、そこで先手も当たりになってる銀をかわしつつ、次の8五飛車を見せていくんですね。で、後手も8二飛車と受けるんですが、もう一発7二歩と垂らすのが面白い手ですね。同飛車なら8五飛車8四歩に2五飛車と戻っておいて、飛車の位置を安定させておいて、6二歩のへこみがちょっと痛いということで、わずかに先手がいいかなという感じですね。ちょっと進めてみると、こんな感じですね。
まあ、後手からは6三歩から立て直してくるような手も全然あるんで、まだまだ難しいんですが、まあ、先手としてはね、6七金と固めて5五銀とぶつけていくような筋があるので、おそらくこう6二歩を6三歩とか立て直してる間に、まあ、6七金右から5五銀の攻めがね、効いてくるので、その展開は先手がはっきりペースを握っていると言えそうですね。ということで7二歩には一発8六歩を利かして同角に7二飛車とやったわけですね。ちょっと細かい利かしだったんですが、まあ、角を8六に呼んでおくことによって後の5五銀をまあ防いでいったというところですね。なので8六歩には同歩もあったと思うんですが、まあ、何か先手の方に見えている世界があったのかなという気がしますね。まあ、同角で飛車回って飛車で6五、まあ、8四歩に2五じゃなくて6五に行ったのもまたちょっと面白いですね。普通は2五から2九飛車って使っていきたいところだと思うんですけどね。で8二飛車と回って5六歩ですね。あくまでも6五飛車のまま使っていきたいと。で5二金で、まあ、6四歩と垂らされた時に5二金と寄ることになるんで1手早く寄っておいたという感じの手ですね。で6七金と上がりまして、まあ、1三桂で、ね、6五の飛車の位置をとがめているわけですね。2五には帰らせないぞと。ただ1三桂で後々1六歩から1五歩の端攻めのデメリットもあるんで、その辺がどうなるかですね。で5七銀が柔らかい手ですね。これ何かっていうと7六金から6九飛車で飛車を逃がそうと言ってるわけですね。で6三歩に7六金と上がりまして8五歩と、ガンガンついてくるわけですね。8五歩に7七角だと、まあ、6四銀からね、ちょっとやってみましょうかね。7七角だとおそらく、まあ、6四銀と出て飛車引いて、7五歩か、まあ、銀ですね。7五銀同金同歩のような展開を狙っているのかなという気がしますね。これは次の7六金が非常に厳しいので、まあ、確かに後手がかなりやれてそうですね。ということで先手も引くわけにいかずに同飛車と取っていったんですね。まあ、同飛車同金の展開だと、まあ、先手も先に飛車打たれるのは痛いんですけどね。まあ歩って飛車なった後に7一飛車とね、やはりちょっとこの打ち合いはわずかに後手の方がダメージが大きいかなという感じもしますね。とっても、まあ6八桂と手放してしまいまして、これでちょっと後手からの攻めより先手の攻めの方がどうもきつそうだという形ですね。ということでちょっと飛車交換は本当はしたいんですができずに8四銀と守っていったんですね。で6五飛車と回りまして、で、まあ、7三桂とさらに追い打ちをかけていったんですが、今度は6九ではなくて6八に引いたんですね。これ後々金を手に入れられた時に、まあ、8五銀同金同飛車で金が手に入るんですが、その時に5八金と打つ手があるんで、まあ、6九より6八の方がいいということでしょうかね。で8一に引きまして1六歩ですね。まあ、満を持して端を攻めていこうというところで、まあ、後手もここで暴れていかないとダメになってしまいましたね。で7五歩と突いていって、まあ金引けば外れば後手の攻めも、ちょっとやってみましょうかね。まあ、7、8五銀と出て、7五角に7四銀ぐらいですかね。で、角逃げれば6五桂という感じで、まあ、調子よく攻めが続いていきそうですね。まあ、先手の端攻めも相当ではあるんですけどね。ただ本譜は同角とすっきり取ってしまいまして、まあ、同銀に同金と。これ本当に強い手ですね。で、まあ、一応後手が歩切れなので成立している受け方ですね。もし後手に一歩あれば8六、ここで8六歩同歩5九角と打って飛車逃げて8六角成とひっくり返っておかれてちょっと危なそうですけどね。で歩はないんですが本譜も5九角と打ちまして3八飛車ですね。まあ5八に逃げるのが普通なんですが、まあどうせこう3七角成と切ってくるから一緒だと見ているわけですね。で同飛車に4五桂馬と凄まじい
かなり強引な両取りなんですが、仮に同銀だと、まあ、同銀で2二の角が直射してくるので一回3八飛車と逃げましたね。で、まあ、5七桂成同銀にそれでも4五銀と出てくるわけですね。非常に細かいところなんですが、まあ、この時に3七に飛車がいるか3八に飛車がいるかっていうのが、飛車をね4五桂に対して同銀と取るか一回飛車を逃げるかの大きな違いですね。明らかに3八の方が受けに効いていて得だというところですね。で5五桂馬と、まあ、199角成を受けつつ6三桂成から7二角の筋を見ていったんですが、6五桂がまた鋭い一着ですね。一見ちょっと意味がわからないんですが、まあ銀逃げるような手だともちろん5六銀とすり込まれて2二の角とかが思いっきり効いてくる展開になりますね。なんでまあ同金と取るしかないんですが、7六銀と打たれまして、これは6五の金取りと8七の銀成りを見せて非常に厳しいというところですね。まあ、ただまあ6六金と引きまして、8七銀成りに8八歩がうまい手で、これで先手がだいぶ良さそうな局面になってますね。8八歩のような手は本当に見習いたい受けで、まあ、同金同飛成だとちょっと、まあ、5七の銀取りにも効いてましてね、ちょっとこれだとだいぶ先手も嫌なところだと思いますね。まあ、仮に7七銀と受けるような手だと、まあ、この辺はちょっと気楽に見といてもらいたいんですが、まあ、角切って、歩打って、まあ、取って8六桂みたいな、こんな感じの展開の方がいいですかね。まあ、同銀なら5七竜とこう銀を取りつつ竜が大暴れというところですね。まあ、こういう筋もありますので8八歩がやっぱ静着なんですね。で7八成銀に同飛車と、逆にこう7二飛成を見せて焦らせるのが強い手ですね。で、まあ、8七歩と打っていったんですが、ここで次の手がまた素晴らしいですね。まあ、同歩は同飛成でもちろんダメなんですけど、まあ8二銀と捨てる手が素晴らしいですね。これまあ同飛車なら7一飛成でやはり王手飛車取りがかかってはっきりダメというところで、まあ、8八歩成とやっていったんですが、まあ、同玉だと8二飛車と王手で銀が取れるんですが、もちろん同飛車ですね。で、5一飛車と逃げて7三銀成と自然に使っていくわけですね。この辺は先手がもうどんどんリードを広げて勝勢といったところですね。で、まあ、5四歩と催促するんですが、6三成銀と使っていくのが好手ですね。仮に6三桂成のような手だと、もしかしたらこう5六銀から飛車を抜くような展開もありそうですね。あるいはまあ2二角と切ってシンプルに6七金と打っていくような手もあるかもしれませんね。で5二成桂同飛車8一飛成を狙ってきた場合は、先に8七歩と打って同飛車なら7八金打ちを狙うような、これよく見るとまあ壁角だった2二の角がさばけてて、2二に王様逃げるような余地もあるので、まあ、ちょっとこれは大変なのかなという気もしますね。ということで本譜は6三成銀と寄っていったのがうまい手ですね。まあ5五歩なら角道が止まってしまうので、まあ、5二成銀から8一飛成で楽勝形というところになるわけですね。ということでまあ同金と取ったんですが、まあ、同桂ならずがうまいですね。まあ、これでならずで取れば次に5一桂成と取った手が4一飛車という詰めろになっているので、何か受けざるを得ないと。で6一飛車と受けさせて、そこで8一飛成がまんまと実現したわけですね。でまあ6三飛車と取ったんですが、4一銀とかけるのがまたうまい手ですね。まあ、仮に同玉なら、まあ、5二角と取って王様に入れて角成が詰めろで、まあ先手が必勝形といったところになるわけですね。この辺さすがですね。で、まあ、4二金打ちと打っていくんですが、5二金とかけて、まあ、6二桂馬に3二銀成と取るんですね。で同金だと7一竜で詰んでしまうので同玉しかないんですが、4二金と取って同玉に6四歩と、これは厳しい手ですね。まあ、同飛車なら7五角で王手飛車がかかってしまうので、まあ8七銀とまた凄まじい捨て駒で迫るんですけどね。まあ同竜なら6四飛車と、同竜だとどうするんだろうな。しかしこれ、まあ同竜でも全然先手勝ちそうなんですけどね。本譜は
より万全を期してというか、6八玉ですね。で、まあ、スパッと角切って、同銀に、まあ、6四飛車とね、やっていったわけですが、ここでさっき言ったように7五角だと、ちょっと罠があるのかな。まあ、6七銀とかで、同玉に7六金と打って逃げて、7五金と抜いていくような筋があるということでしょうかね。ということで、7五角は打たなかったですね。やっぱ2二角と、3一角を見せつつ、6六の銀に紐をつけた。これがまたうまい一着ですね。で、本譜も、まあ、6七銀と打っていったんですが、まあ、同玉に5六銀とね。これも非常に気持ち悪い迫り方で、まあ、一手間違えると負けてしまいそうなんですけどね。まあ、5八玉と逃げる手もありそうなんですが、5七金同銀、どうなんだろう。まあ、本譜は強く同玉と取っていきましたね。まあ、5八玉と逃げても、おそらく先手勝ちだと思うんですけどね。で、5五金と打って、まあ、同銀、同歩、同角成のような展開だと、ちょっと気持ち悪いと見たんでしょうかね。まあ、本譜は5七玉と逃げましたね。で、6六金に4八玉と。まあ、この辺は何指しても先手勝つと思うんですけどね。まあ、好みが分かれる局面ですね。で、5七金同玉に5六金と。まあ、この辺はもう完全に水平線効果入ってますね。で、まあ、無駄な捨て駒で手数を稼いでという感じなんですが、まあ、とにかくこの辺は負けを、まあもう負けなっていうのは分かっているんですけどね。負けを一手でも遅らせようというコンピューター独自の水平線効果というやつですね。で、それに乗じてどんどん駒を取っていって、後手の駒はあと5枚ですね。4枚、3枚、2枚、1枚、はい、0枚と。王様以外の駒が0枚になりましたね。で、ここからはまあアーティスティックタイムというか、まあ、芸術性が問われる局面ですね。で、なんか、こう処刑の形に戻そうというところですね。なるほどね。あ、で、ちょっとね、6三玉で歩取りに来られちゃったんで、一回緊急回避で7八竜ですね。その後は、まあ、順調に歩を垂らしていきまして、と金の量産タイムですね、これはね。ああ、いいですね、この一体感というか。なんか、某国の立道体操とか思い出しますけどね。ああ、非常にこう、統率が取れてて美しいですね。あ、引くんだ。3段目でも美しいと思いますけどね。より、ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。これは美しいね。確かにこう、歩が並んでる方がちょっと綺麗かな。ああ、と金の壁を、自陣の3段目まで戻そうという感じですね。前の棋譜とは比べて、今回のは非常に、あれですね。狙いが分かりやすいというか、非常に美しいですね。あ、で、ここでは飽き足らず、なんか、中盤に駒を並べていく感じですね。なるほど。空中にこう、庭を築いていこうと。なるほどね。で、王様をちょっと、中段の方が美しいと見て、中段まで持っていって、これでまあ、最後ね、アーティスティックな終局図が完成したというところですね。最後、2二歩突き出すのがちょっとだけ不満だったかなという感じはするんですが、まあ、非常に美しい終わり方だなという感じがしますね。なるほど。まあ、王様が2枚あればね、ここに来ていただければ、いいなという感じはするんですが、それはさすがに贅沢すぎますね。はい。ということで、前回のに比べて手数も非常に短いですし、まあ、前回のは先手近くかかってましたからね。で、狙いも非常に分かりやすいということでね、非常にアーティスティックな将棋だったと思いますね。前回より完成度高いんじゃないでしょうかね、これ。はい。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。私も、まあ、こういう勝ち方、やっぱりね、ポナにいつもやられっぱなしじゃ悔しいんで、こういう勝ち方できるように、精進してまいりたいと思いますね。それでは失礼いたします。